カメラ用意して食うかどうか分かんないけど、釣れるメバルがね、釣れると思ってなかったんで用意せずにやってたんだけど、この謎ジグ 1.8 グラムでね、今バタバタっといいメバルが釣れたんです。8月1日だというのに、うん、急遽動画を撮ると思って用意したんだけど、さあ釣ってくれるんでしょうか。シェードのちょっと外くらいに投げて、曲げてもね食わないんで、漂わすような感じ。まあボブリはしないんだけど、ボディとテールのブレードがこうへの字くの字にね、フォールで姿勢変えてくれるので、どうやらそれに反応してるみたいだね。かなりシビアな釣りなんで、難しいっちゃ難しいんだけど、独特な釣り方してる。カメラ用意すると食わない、こういうもんなんだよ釣りって居場所がねしっかり特定できてないんだよ。こう地元じゃないし、流れが全くない、ね、わあ乗らなかった。つってほんとシビア。あの一瞬でかけないとかかんない。ちょっと大きめなあのプランクトンを食ってる時の感じ、網みたいな小さいの食ってる時とちょっと違うような独特だな。こう下から急浮上してきてパッって翻って食うようなね、それも大きな口開けて吸い込まない。難しいぞ。ジグではね、バイトは今、ね、立て続けに出たんだけど乗らない。状況がちょっと変わってすごいスローになってるようなので、急遽ジグヘッド 1.8 グラムにベイティの 1.8、 これちょっとやってみましょう。これは22ぐらいだ。
くり。よし、なんかね、地合いが夜が明ける寸前だな、あの洞窟して空。15分ぐらいしかね、持たないと思うんで、とっとと釣ります。ちょこちょこね、見えるんだよ。ここにね、経験がなくはないんだ、真夏にメバル連発って。しかも西日本だからね東北とかならさ、わかるけど、堤防でね、8月に堤防で連発は多分初じゃないかな。夏のパターンはね、あんま堤防じゃなかったね、広島なんかだと。まあここはお隣の愛媛県ですけど、おっ、パシパシ言ってる。めったにない、めったにないのに遭遇してるから、ちょっと頑張るね。もうちょいサイズアップ目指して。深いところにもうちょいサイズがいいのがいないかなと思って、ちょっと沈めてる。2匹撮影できたんで、サイズアップ測りたい。浮いてるのかな、やっぱり表層引いてたのか。調子引いたらね、すぐ渡り出てたんだよ。かといってジグだとショートバイトでも飲み込まないという。まあジグの表層使いがそもそもかなり難易度高いんだけど、潮がね、右から左にゆっくり流れてる。ショートバイトだな、なかなかシビアで、久しぶりでこういうシビアなメバルにしてる。ちょっとスピード上げてみようか。あー、すっごい当たる。ちっちゃいな、これが食ってる餌が。うわー、表層ちょっと早めに巻いたらポッカンポッカン当たってくるけど、全く吸い込まないです。プラが持ってきてないんだよ、今日。でかいやつがいるんだよね。もう一回同じパターンでやって、サイズが上がんなかったらちょっと違うとこ打ってみる。久しぶりだね、ジグヘッドのこう軽いところを着水からの巻きで釣るメバリングの王道のような釣り方。プラグだとでかいの選択して的に釣りそうな気がするんだけどな。このシェードボス、ここわずかにシェードボス。
てるやつはバタバタ釣ったので、ちょっと浮いてないやつ狙いです。これ釣れるからって浮いてるやつの釣り方を続けてたらね、サイズアップしないんで。このほら影の中で、いやーサイズは変わんないか。いやでもまあまあいいサイズですね。まあまあいいサイズですね。あ、はい、今できましたね。もうちょいの釣りたい。もうちょいよ。だいぶ空がしがみ出したんで、ここはどうか分かんないけどね、下手するとすぐ終わっちゃうんで、とにかく超速で釣りましょう。フリーフォールじゃ食わないか。いや、食えてる。あ、話深いところもいるな。話かベイトじゃないと合わせられないかもしれないですね。え、ベイトじゃないと合わせられないかもしれないですね。あ、合わない。ものすっごいバイトが出てたけど合わない。キワキワにもね、だいぶメバルいるみたい。うわ。サイズがない。流れがね、右から左にこう出てるんで、この背中側、この流れの横についてるやつが釣ってるんで、サイズがちっちゃいかもしれない。この後ろのね、背中側だと上がるかもしれない。もうこの20センチちょいちょいはね、いくらでも釣れる状態なんで、すごくいいタイミングで入ってきたみたいだ。ちょっとサイズアップ果たしたい。せっかくだからちょっとこの後ろを釣ります。流れのどこかにいいサイズがついてるはずなんだけど、マジか、ちっちゃいやつかな。みんな、ここら辺にね、ちょっと行くんだよ。稚魚ブルーが、なんか、なかなか成績がいいみたいで。よいしょ。
堤防の先端に集結してるっぽいね。根元側は当たりが出ない。あっち投げるとすぐ当たる。おお、ひったくってた。活性が上がった。切ったサイズ下がっちゃった。金太郎飴になってるよ。やっぱり先端か、サイズがいいな。この後ろ壁のとこのやつはちょっとサイズがちっちゃいな。活性はすっごい高い。高いんだけど、餌がね、すごくちっちゃいんだろうと思う、食い方が。うわ、飛びついてきた、今、ポチャンと落としたら。ってこって。今のサイズが高い。くそ。持ってないな。サイズのいいやつをバラすなんて。ドラグ出たよ、初めて。キワキワだな。キワキワのやつがやっぱでかいのか。よいしょ。お、これはいいサイズだ。綺麗なブルーだ、これ。まあブルーだろうね、こんな時期にこう群れてポンポン当たるなんて。ほい、よし、まあこのこんな時期の連発劇を見てもらえるだけでかなり急大点なんだけど、釣り人の魚がね、大きいやつ釣りたいよね。どんな戦いの出すかだろうと。できるだけシェードに対してタイトに静かな落とし込むか。流れが止まった。満潮です。こうなるとでかいの出にくくなるんだよ、だんだん。難しい。最初のバイトで合わすべきかどうか、すごく迷うようなあたり方。いや、最初のバイトで合わせたらかかるんだよね。ああ、金太郎飴だ。金太郎飴です。向かってもう一回センターに戻るね。サイズが上がんないね。スピニングだともテンションかけながらの綺麗なカーブフォールしかないと思って。そうそう、ハンドルから手離してロッドワークだけでボールスピードを支配したからね。
タックルに万能はないですね。万能はないです。状況に合うと。ああこれじゃ食わないんだ。やっぱりまかないとこないね。ああだけどサイズがね上がんないんだ。これだもうタックル用する時間ないしな。流れてるゴミのリュックになっちゃった。俺のサビオだったと思って、そこに置いてありますけど。よし、超えた。金太郎か、バレた。どこにある？そのタック。スピニングでね、どうしてもフォールのバイト取れないんで、サビアで。途中で加えたのか、そこだった。下手くそ。やっぱりフォールのバイトは、フォールのバイトは取りやすいね、ベイトが。失敗。圧倒的フォールバイト取りやすい。いや俺だからやっぱりね、ライトゲームのねベイトいるのよ。もうフォールバイトがめっちゃ取りやすいです。スーダンスピニングタックル取りやすい。はい、よし、もうちょいもうちょい。ポチャッとして、あ、くわえてる。クラッチ切って落としてる時にね、プッと止まるんだよね。あ、アウトともうワンコキ置いちゃうとダメですね。ただ落とすだけじゃ食わないのか。着水と同時に加えてるよね。でも、深いとこじゃなくてポチャって言ったらね、すぐ加えに来てるんですよ。ライズオンを頼りにやってんのかもしれませんね、その魚の方も。あ、加えてる。離した。あ、加えた。合わせたらいいけど、ほっと。あ、ライが上がってきた上に。沈めすぎると他の魚来ちゃうんですよね。浮いちゃってるね全部、でサイズが下がったね。もう一回先端をベイトやってみますね。落とし込んで
ごい潮が、本来の潮が出ていってる。こう乗っかって、これゴミみたいなの。あ、くわえてる。ナスだ。合わせるのが難しい。よっしゃ。おお、ヘッド。出たか。まあ。カサゴだった。これはしょうがないな。カサゴになっちゃいました。ライズも減りましたね。うん。もうライズしなくなりました。もう明るくなったもん。投げた的が簡単に釣れる状態だけど、サイズがちっと変だ。この内側の尺狙ってみようか。ちょっとしたら出るかも。動いてる時間に。待ってた。よいしょ、カサゴだろう。この食い方。